んこんにちは、レイです。今日は W プロジェクトだから逆だって言ってるの、うん、はい、皆さんこんにちは、レイです。今日は雨の中 W プロジェクト、健康のためにシソの実を取るぞやろう。はい、今年もシソが大量発生。これ植えてないんですよ、勝手に出てきたんですよ。このシソ、こう畑がこうあって、ここに一角、これ植えてないのにこんなにシソが大量発生、すごいよね。これただですよ、本当にただで毎年出てくるの。なので土地がある方はぜひシソをやった方がいいです。ビタミン B の爆発だと思われます。この実を取ってるんですよ、シソの実。こんな感じ。これどうするんですか、先生。これでシソの実の塩漬けを作る。シソの実の塩漬けを作っていくんですよ。これね、こうやってやるとピーって取れる。ほら、焼肉とかにして。あ、そうそうそう、今日肉を食べるので、こうピーってやっていきます。はい、結構取れました。こっちも結構取れました。あれ、これ繋がってるんだ。でも茎が入ってて超やる気ない私でございます。はい、それではもうこの子たちはおしまいなど引っこ抜いていきます。で、抜けるのかな、これ。抜ける抜ける、簡単に抜ける。また来年ですね。これね、エイヤー、エイヤー、結構力使うんだこれ。はい、第2フェーズはこれ何、カマ、うん、カマ、カマを使って耕す。はい、これ筋トレになる。うん、農業筋トレ、今日の筋トレ、農業筋トレ、よし。燃えるのだ。どうでしょう。うん、だいぶいいですね。ここはいいんじゃない。いやいや、そこも全体的にやんないといけない。はい。はい、簡易的に畝を作って冬野菜を植えていきたいと思います。はい、今年は出遅れたので 30% 引きで買いました。ブロッコリー、ブロッコリー、ニラ、ネギ、おばんざい、ケール、アマケール、スイス、ジャード、チンゲンサイ、セロリと、こやつらを植えていきたいと思います。はい、どんどん植えてます。ちょっと種もあるのでね、この辺にケールとかやって、そっちにブロッコリーかな。足りないところは種でいきます。カラフルミックスとほうれん草、あと一応ここにハーブ園がいろいろ、パセリとかも、周りが枯れてくるとパセリとかが、ちょっとこの辺も整備したいと思います。ローズマリー、ほらローズマリーも結構育ってて、はい、どうでしょう、いいと思います。はい、ということで畑終了。すごい、ものの1時間ぐらいで終了しました。ということで W プロジェクトでは健康を目指して畑作りもやっております。レイでした。はい、はい、こちら先ほど取りました大葉の塩漬け、ごま油と塩とコチュジャンと焼肉につけて食べるものになっております。よかった、これ愛うまそうです。ガムジャッカル、さっき取ったシソの実です。これをシソの実をいただきます。うん、シソの実、シソご飯めちゃくちゃ美味しいです。いただいてます。